中日 OB 平田良介、令和の米騒動の真相を語る。細川と福永が試合前に白飯山盛りで食事をとっていたところに立浪がやってくる。立浪お前ら、そんなに食って試合で動けんのか？細川福永動けます。立浪あかんかったらわかってるよな笑い。その後の試合で二人は結果を残せず、翌日、炊飯器からご飯が消えるが、それに対してベイ大好きなライデルが切れる。投手陣のみ炊飯器のご飯を許可、野手はおにぎりのみ。細かい相違はあれど、大まかな流れはリーク通りだった模様。報道では細川だけだったからな、福永も当事者だったのは新情報や。何度見てもベイ好きのライデル可愛くて押せる。出場報資格不調の細川が米立ちしたタイミングで復活したから全員にベイたちを強制資格新情報資格山盛りの米を食べていた。細川と福永がその試合で結果を残せなかったから全員にベイたちを強制。どっちがマシなんや。出のが大幅にマシや。ロミを結んだ策を全員にやらせるのはまあ無能感は拭えないが、勝つためにもがいてるんやなって感じだけど、新情報は罰ゲームで連帯責任を負わせてる。ただの嫌がらせやん。福永の成績見ると前半まあまあでオールスター前くらいから成績落とし始め、令和の米騒動があった8月と9月はもう問題外レベルの成績なんだけど、これ大丈夫なんか。露骨に影響受けたとかじゃなかったらええけど、連帯責任とかやり方が令和のスマートさがない派閥争いで、こんなの監督にして精査もしないオーナー連中がおかしいんだが、近藤晒し投げ事件でライマルが肩を作っていた真相も知りたい。ライマルがコーチ陣を振り切って志願したのは G 民の創作やけど、大敗試合なのにブルペンで投げてたのは映像が残っている。他米にもあるが、今は当事者じゃないだけで、去年までは中日の選手で、今も選手といくらでも連絡取れる人が明確に肯定するってのはもうそういうことやろ。平田自身引退の顛末見てるとアレな感じはするが、これ以上のソースは選手からの直訴告発以外ないレベル。外国人選手に反抗されたら日和流の打勢は星野も似たようなエピソードあったよな。これに関しては外国人だからというか、へそ曲げられたら困るライデルだからだろ。お願いタッツタッツやめてタッツ。